ここは横浜仲間時代スタジオルームはとてもデッドで出音に忠実なアンサンブルをご提供いたします。ぜひ一度スタジオオーパーツのサウンドを体感してみてください。スタジオオーパーツプレゼンス、明けましておめでとうございます。ディープオレンジの森です。チンです、このスタジオオーパーツからお送りするこのチャンネルですが、去年ねクリスマスイブの日にスペシャルということで、そうですね、今までユーストリームで放送したいろんなあのアーティストさんの方たちの曲を集めてお送りしたんですが、今年から毎週日曜日の夜8時からいいスタジオパーツチャンネルということで ね、お送りすることになりました、はいはい、ね、ちょっとね楽しみなんですけど、楽しみです ね、いろんな方たちがこうまた出てくれたりとか、またあの、ちょっといろいろと企画門も考えてますよね、はいはい、楽しみにしていただきたいと思います。ぜひね、はい、うん、ところで年が明けちゃいましたね。そうですね、もう15日、そうですよね、あっという間ですね、ね、うん、これ15日といえばね、去年僕なんかからすると成人式ってイメージなんですけど、まあ、そうですよ ね、 ね、いつから成人式は15日じゃなくなったんでしょう ね、気がつかないうちにあのいろいろこう移動するようになって、今年は9日の日に、あの成人式あだったみたいですよ、ね、ありましたけどね、静岡の方に行ってましてね、そうですか、あの大井神社ってとこで9日の日にね、うん、見ましたよ、あの若い子たちがね、あの着物姿で歩いてるの、あ、ね、成人式なんだなと思いました。なんかなかなか着物姿を見るってのはいいもんですよね、うん、いやいいんじゃない、やっぱり ね、新年来たなって、そうですよね、うん、そういう気分になりました。僕もね新横浜に、まあ、割と近いんで行ってたんですけど、あそこ横浜アリーナがあるんで、はいはい、ね、たくさんの成人の方たちがね、うん、あの着物姿とか、あとちょっとパリッとしたスーツ姿で、ね、着ててね、なかなかあのフレッシュなものがありましたね。ういういしいですね。そうですね、では1曲目から新年一発目ですね、はい、はい、アクロース・ザ・ユニバース若葉でお送りします。君が今してることとか、今までしてきたこととか、優しさを内緒にして一人で泣いたこととか、全部全部全部誓ってる気がするよ。いつも声に出せずに自分に嘘ついて、大丈夫だなんて自分に嘘ついて、 This is gonna change my life、 けど僕は知ってるよ、 This is gonna change my life、 君の優しさも弱さも、 This is gonna change my life、 だからこれ以上君の心を閉ざしたりしない。全部全部全部違ってる気がするよ。いつも素直になれずに後悔ばかりで、平気だよなんて平気じゃない。GO!
ということで若葉ちゃんでアクロス・ザ・ユニバースをお送りしましたが、若葉ちゃんクリスマススペシャルでは割とこう草原が見えるような広大な感じがするような曲を、ね、歌ってましたよ ね、 いいた ね、 ね今回は割としっとり歌い込む感じで、またね、日が良かったですね。そうですね、若葉ちゃんね全部詩自分で書いてるんですけど、ね、結構歌詞もゆっくり聴いていただきたい感じですね。そうですね、ゆっくり聴いていただける一曲だったんじゃないですか、ね、そうですね、アクロス・ザ・ユニバース、はい、いいですね、いいですね、これビートルズですよね。そうです、先日ね、はい、CS 放送のね無料放送で、サーポールのヨーロッパツアー見ましてね、あ、でね、ツアーの最後の曲がこの曲だったんですよ、あ、なるほどね、で涙しながら歌いましてね、あ、いいですね、サーポールが、でね、歌い終わってなんて言ったと思います、もんじさん、何ですか、何ですか、うまく歌えなくてごめんねだって、だ涙しながら歌ってたんでしょ、うん、誰もね、サーポールがうまく歌えないって思ってないのに、ね、まあそうですよね、うん、お茶目な一面見ました、あ、いいですね、うん、ザ・ハイジでコロラドチューズデーライト、チキン、ランボルギーニ、あふれるコーヒーフロー、風になびくブックエンドキャンペーンガール、街路樹ではこの葉が揺れてる、yeah! お待ちかねのロックロールバスでバディ、みんな席につい火をつけてハンドベルが鳴るよ、気のせいさ、ひまわりの種かじり続ける、君にあげるよフリーク、リボンのついてるプール、口に立って揺れる床歩けそうさ、話しかけたらいつもと変わらない日だったのに、ということで、ザ・ハイジでコロラドチューズデライツをお送りしました、ええ、これなかなか映像がね、音楽とマッチしてすごいいい感じでしたよね、うん、疾走感ありましたね、そうですね、あのモノクロの感じがすごく合ってて、うん、いい感じでしたよね、どうもね、マスターのねバイク仲間みたい、なるほど
マスターもね結構バイクとか車とか好きですからね、うん、乗ってるもんね。そうですね、なんか半ばノエルで乗ってたよそうっすか、うん、まあいいか、まあいいっすね、うんうん、そうそう、そういえばあのこのオーパーチャンネルで、ええ、去年クリスマススペシャルやった時にジーナっていうやっぱりロックンロールバッとか出てましたけど、うんうん、これとまたちょっと違う感じで、まあ、このスタジオは ねロックンロールの幅が広い、 そうですね、そこが売りかな、まあ、いろんな、ね、人たちが来てやってますからね、うん、本当ですね、オーパーチャンネルこれからまたあの毎週やりますけど、いろんなバンドがきっと出てきてね、そうです ね楽しみですね、楽しみですよね、うん、どうも今のもね、はい、オーパーチ制作のプロモーションビデオで2009年の作品みたい。ああそうですか、うん、やっぱよくできてましたよね、うん、ラウンドロビンでブレイクタイム。はい、どうもラウンドロビンです。今回の曲はブレイクタイムという曲を、皆さんにお送りしたいと思います。まあそうですね、休憩時間に、まあ、ちょっとした合間にこう好きな人のことを思い浮かべたりとか、そういったことを書いた曲です。まあ楽しみな、うるさいよ、うるさいうるさいうるさいんだよ、話してんだから。じゃあ聞いてください、どうぞ。ロビンでブレイクタイムをお届けしました。え、最初ちょっとね、あのサフィーのところでベース漫談かと思っちゃいましたけどね。あ、なんかちょっとそういうカラーですね、この人たち ね, ね。でもまあ、 あの曲の方はすごく、真面目な感じで言ったらちょっとね、うん、言葉が違うかもしれないんですけど、年末のオーパーツのやつでも出てましたね。そうですね、あのクリスマスに引き続き登場っていう感じで、うんうんうん、ね、で彼らの2人なんですけど、あのドラムとか聞こえしたじゃないですか。はいはい、ね、ベーストラックはあのあらかじめ作っといて、それに合わせて、うん、まあ2人で、ね、そうですね、うん、
じゃないですかね。そうですね、なんか年末よりもクオリティ上がってますよ。そうですね、いい感じになってきて、うん、ね、なんかそういうね、自分たちの音楽の指標にしてくれたらね、これはありがたいですね。そうですね、まあ彼らこれからもこのスタジオオパッチャンネルで曲をねお届けする予定なんで、気に入ってくださった方は楽しみにね、変化をね楽しんでもらいたいね。そうですね、次週のスタジオオーパーツチャンネルでは新企画です。はい、新企画ですね、これはね、ドンマスターがね、ここのスタジオオーパーツに集う仲間たちをね、はいはい、こう厳正なる審査でうまく選んで、合わせて、はい、うん、でセッションレコーディングっていうのを企画しようっていう。いいですよね、うん、で今回はね、去年の12月30日のここでのセッション、はい、なかなか凄腕の仲間をちょっと集めてやってみてみたい、はいはい、なかなかセッションとかする機会ないですからね。そうですよね、なかなか知らない人とねこう音を取り合うって、うん、あんまできませんね。そうですよね、またこれ新しい人ね、新しい人たちとやると、うん、刺激もありますからね。お前のケミストリーによってさ、新しい音楽生まれる可能性もあるじゃないですか。そうですよね、確かにね、いいんじゃないですかね、はい、そんななんか番組を作っていきたいっていう企画もあるみたい。はい、まあ、今回はね、12月30日の去年の年末でのセッションということで、楽しんでいただけたら嬉しいと思います。そうですね、はい、ということで早いものでそろそろお別れの時間が来てしまいましたね。え、まあ今年はいい年にしたいですね、モンチね。そうですね、まだねちょっとこう年明けでエンジンがこれからかかってくって感じですけどね。そうですね、はい、成人式も迎え、ね、新成人が生まれ、はい、日本も成熟した新しい国になってほしいっていう望みを込めて、ね、この番組でやっていきたいですね。そうですね、この番組はこれから毎週日曜日の8時から、ね、はい、いろんな企画でお送りしたいと思ってるんですけども、うんうん、ね、毎回いろいろと、さっきも予告でありましたけどセッションの企画とかね、はいはい、いろいろあるんで期待していただければと思いますね、うん、このスタジオの可能性をね、はい、どこまで一体できるんだっていうことが、ね、この番組によってね、そうですね、うん、なんかちょっとでも表現できたら俺は嬉しいなと思う。そうですね、せっかくスタジオからお届けしてるんで、スタジオならではのね面白いものがお届けできればと思います、うんうん、そう思います僕も、はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。